ト先発はエース西村。しかし今日は制球が悪く7回を投げ8安打4失点。開幕を1週間後に控え不安の残る内容でした。一方好調ロッテの牽引者西村ですが4回盗塁をした際に右足首を捻挫、全治3週間と診断され開幕が絶望的となりました。